コンチャス。今回はサラブレの2021年1月号と2月号にてラビスタ開発チームのインタビュー記事が載っていたので、その記事から最強馬を作るヒントを考えていきたいと思います。あくまでも考察的なものなので、実際には間違っていることも多々あると思いますのでご了承ください。なお、ここで言う最強馬とは単に G1 を複数勝てるとかそういうレベルではなく、全国の猛者が集うブリーダーズカップに登録しても恥じない本当に強いお馬さんのことになりますので、あらかじめご理解願います。さて、まずはスピードとスタミナの関連性についてですが、皆さんにご質問します。これまで生産してきたお馬さんで引き込めとスタコメの両方が揃ったお馬さんが生まれたことはありますでしょうか。私はかれこれ150年ほど牧場を経営して過去に一度もないんですよね。それもそのはずで、今作では生まれた時点でスピード能力が高いとスタミナが少なく、逆にスタミナの能力が高いとスピードが少ないイメージで生まれてくるようです。ですので、引き込めとスタコメの両方が揃うことはレアであるとインタビューでも語られておりますし、この両方のコメントが揃った時が本当に強いお馬さんに育つサインになるのではないでしょうか。仮に一方だけのコメントが出たとしても、引き込めならばスタミナを重点的に、スタコメならばスピードを重点的に調教すれば、それなりに強いお馬さんに育ってくれる可能性はありますね。では次に、どのような配合で最強馬ができるかというところですが、インタビュー記事によると、ラビスタの配合は母の能力による影響が強く、母さえ強ければどんな種牡馬からでも最強馬は生まれる仕組みになっているとのことです。なので最強馬の生産に関しては、とどのつまり運かやり込みらしいです。どんな種牡馬からでも最強馬が作れるのなら、結局のところ配合理論なんかはゲームの要素として存在はしますが、別に配合理論を気にしなくても最強馬は作れるってことですね。運が良ければ、逆に言えば運が悪ければ、どんなにすごい配合で種付けしても双葉が生まれるんでしょうね。完璧コッタで配合し、スピコメとバネコメが出たのに G1 を一勝もできなかった理由が分かった気がします。それなりに強いお馬さんを作る場合でも、いい繁殖牝馬でパラメーターに A が多い種牡馬を種付けしていっぱい生産したら、そのうち大当たりが出て G1 をたくさん勝ってくれるお馬ちゃんが生まれる感じなんでしょうね。私のようにここ最近は強いお馬ちゃんが全然生まれない方もいらっしゃると思いますが、強いお馬ちゃんが生まれるまで気長に種付けを頑張っていきましょう。さて、私からもご報告があるのですが、これまでたくさんのダビスタの動画を投稿させていただきましたが、私から発信できる情報はほぼほぼ出し尽くした感じです。もちろんこれからもダビスタは続けていきますし、ネットなどから情報も収集していきますが、まだ選手も出ていない時点で不確定な情報を発信するのもいかがなものかと思いますので、来月の全書が発売されるまではラビスタの動画の投稿は控えめになるかと思いますが、今後とも当チャンネル及び私ゆかりをご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。ラビスタの投稿を始めたあたりから本当に多くの方にコメントやチャンネル登録をいただきました。本当にありがとうございます。まあ控えめになると言っても、別に次に投稿するゲームが決まっているわけでもありませんし、私はまだドバイを制覇していないので、ゲーム自体はラビスタをメインにやっていくとは思います。では今回はここまでです。それじゃあまたね。